今日のナイス川柳。ナイスな川柳を毎日更新中。高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。かわいい川柳グッズを販売しています。概要欄のリンクからチェックしてください。パチパチと線香花火が今日の締め。お題、地類、まここちゃん。梅雨明けてハンカチタオルへ衣替え。お題、汗、にゃんぽんさん。夏休み、このエネルギーもらいたい。お題、熱、花うららさん。退職後、散歩道となる通勤路。お題、地類、とも子1967。書きかけの手紙のともに思い馳せ。お題、地類、とも子1967。新人の熱いプレゼン努力賞。お題、熱、のっぽさん。もういくらかかっただろう歯の治療。お題、投資、アキソルさん。若かった、愛さえあればと思った日。お題、資産、ローズ桜子さん。太陽の熱い視線に耐えられない。お題、熱、193さん。電気代、上がってママは熱を出し。お題、熱、ダンデライオンさん。健康な体は親の遺産分け。お題、資産、石州さん。裏門の二人を生やすセミしぐれ。お題、夏休み、京子さん。選挙戦、汗を強調する議員。お題、汗、優さん。サウナ風呂、汗の10倍飲むビール。お題、汗、喜怒哀楽さん。エレベーター、行き先聞かれ大学へ。お題、エレベーター、ケンさん。おねしょした、息子言い張る、これは汗。お題、汗、テラリュウさん。猛暑日に焼肉食べたくなる不思議。お題、熱、ローズ桜子さん。魚釣り、先にかかった熱中症。お題、熱、山田教授さん。川柳を考えながら寝落ちする。お題、地類、チャーリーさん。